吉野正人の YouTube のスタッフちゃうやろな、こら。お前いつもカメラの外でごちゃごちゃ喋ってるやつちゃうやろな、お前こら。おい、お前どこ映してんねん、そのとこ映ったら俺映すや、こら。俺を映せ、こら、お前、おい。お前、おら。お前、吉野正人のカメラマンやろ、こら。誰の許可取って、お前。なんや、その、しょうもないチャンネルを誰の許可取ってんねん、こら。今日は、グレートの後楽園ホール大会やろ、おい。ここで YouTube 撮れたら、まず、俺に許可取れ、こら。おい、このチャンネル何やったっけ、吉野正人。なんや。何やった、スピードスター、スロースター、ようわからんけどな、おい。そのチャンネルごと、変えて今日から、石田海人の、どうしようかな。暴君チャンネルでもしようか。今日からは、俺がメインのチャンネル、この YouTube になるから、分かったかわ、カメラマン。お前や、ニヤニヤしんちゃうじゃん、そんなの。これを今日からは、石田海人の暴君チャンネルとして、おい、全部ついてこいよ、お前。毎日、俺の土をしてこい。それからや、お前。お前が来てるってことは、おい、こら。本人どこおんねん、お前。どっかおんねんやろ。吉野正人が、この後楽園はどっかおんねんやろ。はよ、呼んでこい。無視すんな。はよ、呼んでこい、お前。これどっかおんねんやろ。吉野。吉野この番組は株式会社 KMC の提供でお送りします。おい、どうした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 、偉そうにお前偉そうにお前、いや、俺の YouTube、 違う、俺の YouTube、 お前、ちょっと待ってくれんですか、またすな。いやいや、それカメラの調整あるから一回ちょっと控えそうと思って。こんなお前真夏やのにお前スーツお前も俺の汗かいてるよお前、これスーツも暑いよお前、もっと汗かけよ。てめえで何俺映ってんのこれ。いや待って待って待って、関係ないよ。おい待って、話させろ。そもそも今日はグレートコラボ会だろ。配信がないねん。そう、配信来てんの。いや別に誰も邪魔してんねん。何しに来るって言ってんねん。何しに来るって言ってんねん。じゃあベルト渡しよ。ああ、ベルト渡しよ。しあとは相手のためにちょっと YouTube も収録もできたらええな。そらそうやな。そうやろ。そらそうやけどやな。偉そうにお前。じゃあそんな金は当てんやろ、肩で稼げよ。今の時代、誰がこうやってあるのよ。こんなスーツ着てお前。何でそんな。それとやお前。まあ、どうした。俺見たぞお前。何を。あれ何やお前。どれ。どれちゃうやお前。記憶あるやろお前。どれ。頭の中にあるやろお前。どれや。何言うてか分かってるやろ。お前だっけ。インスタグラムやめてたポスターじゃん。あ、一体感だね。いや、あれ、全然違う感じだったよ。いやめっちゃあるね、なってんて。目立ってるけど、あのジムでも立ってるんだけど、いや、これ、石田選手の扱い最高ですねって、めっちゃ言われるから、知っとんねん。知っとんねん、俺のこと、そいつら。いや、でも、あれ、ほら、前回ね、一体感の、あの第一弾やった時に、ほら、言ってたよ、どっちかというとこう、右の端っこに持ってたから、ちっちゃいサイズは一緒やった。だいぶちっちゃかった。サイズは一緒やった。サイズ一緒やけど、なんかその端っこ乗ってんのが気になるみたいなこと言ってたよな。で、次はお前真ん中乗せろよみたいな感じだったから、ちゃんとど真ん中にセンターに乗したよ。見たことあるからってさ、俺卒業だったら休んでんって言ったことないからな、お前。ど真ん中にお前。いや、だからある意味目立ってるからええやん。卒業したら美味しいやん。美味しいやん。それを真ん中に持ってきてんの。サイズおかしいやろ。サイズお前の。だって、サイズは指定されてへんし、前言われたのは真ん中にだけ乗してくれよって言われるから、別にその枠つけようか、別にあのサイズ小さかろうか、真ん中は真ん中やから。何が言いたい？いや、言わせてくれ。あんこさが気になる。それはもう1枚。1枚やけど、もう1個いいよな。どうしたんですか？こういう俺だったらよく決まってるよな。そうよ。この対戦がどうなってる？対戦カードから決まってんの？早くしろや。あ、じゃあ、あとでちょっとやろう。山村とかに聞いたんやけど、あ、もし希望があれば、あの、例えば、こういう選手をやりたいとか、じゃあこの選手呼んでくれとか、っていうのあったら、交渉してみる。言ったな。それは聞いてくれんの？言うと言うと。それはまあ、プロレス工業ですから、まあ、ご要望があれば、リクエストはしますよ。ってことやね。はいはいはい。どうしようかな、もう。
なんか俺その前のさ大地さんやってたよ、うん、あれで一個気になることあったんやけど、なんかさ、はいはいはい、引退しましたって言ってる割になんかリング立ってたよ。YouTube のきっかけでスパーリングね、やったやつ、やりました、シーマとなんかすごい生ぬるいスパーリングやってたね。ブルクはなかったの、結構頑張った。発表会みたいなのしたね。まあ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 、そうなの。でもさ、引退してるからね、試合ではないから。なんかあれは間違いない、あれな、ああいうのを俺らが真剣にやってはいられるの嫌やな。おお。で、第2弾は今立つもりないの。ないよ、ないよ。ちょっと今、いろいろちょっと現実に忙しいからさ、こっちの方がやらないの。まずは、いるよ。あ、見るやろ。あ、でっかいなんか人間の生だったら、いくらのやつね。ね、引退感は。タコがうまいよ。そうそう、なんか用してる。チェックしてんな。チェックしてるやん、めっちゃ好きや。いつ来んの。握ったるよ、握ったるよ。いくらね、ちょっと俺その希望を聞くってくるんやったら、うん、あんなスパーリングを見せられて嫌やし、うん、もう一回見たいな、うん、吉野正人徹底的に潰したやろ。俺と吉野正人のスパーリング俺どうやって。いやいや、だから今言ったら忙しいから。おにぎり休めよ。工業に人呼んねえよ。おにぎり休め。おにぎり休まない。休め。いや別に休まんの店は開けるよ。そうして、別に俺がスパーリング出なくてもいいじゃん。でも会社で来るでしょ。そのもちょっと来ますよ。じゃあやったんや。いや今回は、まあ、今回はちょっと第一試合から見るまでゆっくりちょっとおにぎり食べながらみたいな。はい、なんで自分で握って。なんで。じゃあおにぎり持ってるの何してもいい。全然慣れないんやんな、そっちの方が。確かにそれ。俺もじゃあおにぎり持って上がったのは。おお。スパーリング出るんやったら。いや、それちょっときつない。いや、これきついってきつくないって。いや正直今ちょっとね、あんまほら練習もやっぱりそこまでできてへんから。ちょっとあんた大会まで。ああ確かに。それまで調整しろや。え、じゃあここでスパーリングやるってこと。あ、ほら言ってる。ちょっと言っとれんから。あんたの試合したけど危ないから。危ないぞ俺は。こっち引退してるから。俺エキシビションだからと言ってさ、あれいつも通りに言うから。あんな蹴られまくったらさ、ケグ危ないやん。ケグ、いやもう握れんくなるからさ。ケグ、いやいや、ケグが受けへんか。二択です。でもあれやね、もしスパーリングに出ればおにぎり持って上がる。持って上がるよ、ほんまに。両手に持って。両手に持ったら何となる。タコとタコ。タコタコでいこう。タコタコで。そんなタコ押し。タコ大押し。タコ押すね。まさにタコ押すと、あのあと何もそこにお前。ああ、聞くね。何もそこにね。卵のやつね。そうそう。あと看板についていくらね。はあ、でかいやつ。まあじゃあおにぎりは。ああ、まあ。きついな。石がやもんな。あ、じゃあ別に誰がやったらいいってわけじゃないけども。あんたほんま容赦ないやんか。いやでもさ、うん、地元どこやったっけ。地元大阪なんね。で今回の大会は大阪なんね、うん、じゃあこれ応援してくれても肉食うんじゃないの。確かにリングに上がった方が喜ぶよ。いつからそんなことが言うようになったよ。あー、ほんまにそう思うよ。みたいな、なんかいいとこついてくるな。なんかいいとこ、痛いとこついてくるね。確かに、まあそうか。じゃあ分かった、やりましょう。オーケー、やりましょう。でも条件はちゃんとタクモスを持ってリングに上がる。それはほんまにやったのか。オーケー。それやってくれるんやったらウィンウィンでしょ。ウィン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 でしょ。ウィン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 や。いいじゃないですか。じゃあやりましょう、スパーリング。その代わり、はい、これこの間の第1弾のスパーリングシーマとは、うん、上のようにちょっとやってたよね。やってました、やってました。もちろん俺は上の人来ません、はい、でも腰も来なくていい、スパーリングやから。はい、腰も来なくていい。ああ、そうやね。でも、レガサつけるもん、レガサつける。それはなんですか。それに言ったら、で、T シャツ脱いでくれよ。俺はじゃあ、行きます。それ途中からだね。いや、途中から。キュッキュッパクマに。痛いやん。切るために言ってる。あなたを切りたいがために、スマイルにしましょうって言ってる。あ、そういうことね。そうだね。だそれぐらいの覚悟を持って、このインフルエンスショットを調整してもらいたいな。わかりました。 OK、 やりましょう。 OK、 やりましょう。石田海斗と吉野正人スパーリングやりましょう。これはもうこうなったら言ったね。言ったよ。じゃあその10月3日5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 日セリア大賞、吉野正人と石田海斗決まったから、タイスパーリングやから。じゃあ吉野正人、はい、石田海斗 VS しかないよ。VS
ウエスやったらウエスのつもりでいこうと思ったら、いやいや、だから俺はもう前もそうやけど吉野正人と配分しよう、そこはやっぱこだわりやから、こだわってんやん、こだわってんやん、じゃあそれでいいから配分したかいと思う、OK、で、ガチガチに蹴るね、いや蹴るねって、うんって言われるやん、それ言えるそれ、うん蹴ってって言える、お願いします、言える、いやいやいや、まあまあまあ控えめにお願いします。まあまあまあ、でも、まあまあまあ、大きいからね。あ、T シャツじゃあ。これはスタッフつけてるから。あ、OK。それやったらいいですよ。じゃあ、完食。あ、OK。わかりました。決定やろ。OK。今日はどうしても、OK。ていうか、ちょっと待って、俺、今から YouTube の収録撮ろうと思って、いろいろ企画考えたんやけど、まあ、これ時間取られて、もう会場始まるから、取らねえやん、これ、今日。何取りに来たん、これ。まあまあこれはこれでね、まあ結果ね OK ということで、まあまさかの展開になりましたけども、まあもう僕もやると言ったからにはやります。じゃあ10月5日のアジェリア大賞でね、一体感第2弾は吉野正人、はい、石田街道でこれスパーリング5分ね、これやりますんで、やっぱね第2弾もぜひ会場に来てください。ありがとうございました。もう時間ないもん、行くわ。枠つけようか、別にサイズ小さかろうか、真ん中は真ん中やから、真ん中は真ん中や、お前言ったやな、なんでお前が真ん中やね、これを真ん中にしろって言ったんですよ。いや、そうやけども、まあ、一応ほら形上ね、まあ、形上というと俺は工業やから、プロデュース工業やから、それは真ん中盛るさ、だって俺こんな端っこがおかしいやん。いや、いいよ端っこで。あ、いい、次真ん中端っこで募集というよ、みんなを、じゃあ、俺はポスター作るから、うん、俺を止まらなくてしてくれ、あの形でもええわ。もう石田の顔を一面に真ん中に置く、やってくれ、やってくれねえか、顔しかない、やってくれねえか、顔しかない、お前端っこから端っこまで石田の顔で、何のポスターか分からんといてえか、まあ